そしてハサミ用意しました。じゃーん、書いてありますね。リアルスタイルの加藤ちゃんのハサミを買ってきました。ということで、まあ、いつも通りね、ここの後ろのこのカットのところから切っていきたいんですけれども、早速開封してみましょう。ということで、じゃーんとね、はい、切りました。やってみましょう。あ、ちょっと待って。あ、粉はね、あまり吸い込みすぎるとまずいですね。はい、で、色はこんな感じで普通の白い粉なんですけれども、匂いは、うん、まあほんのりピーチの香りがするかなってくらいです。はい、では早速飲んでみましょう。まず、お水をいつも通り 200cc 入れて、 200cc 入れてですね、そしてスプーン4杯ね、いっぱい、あ、結構、2杯3杯4杯はい、ということで入りました。こんな感じです。こんな感じです。はい、ではいつも通り、いつも通りローリングシェイクからのシェイクでですね、飲んでみたいなと思うんですけれども、まあ、ピーチね、今までありそうでなかった。そしてこのね、結構この名前当てクイズをやった時にね、こうピチピチピーチっていう答えがよくあったんですが、あの実はね、もうその時点で決まってたんですけど、ピチピチハッピーチでございます。はい、ということで、では飲んでみましょう。実食。泡は少しありますが、1センチあるかないかぐらいあります。では改めて実食。うまい、今回もうまい。あれ、ピーチってさ、あれテストの時こんな感じだったかな。あのね、ピーチ桃なんだけど、本当に桃、純粋にフルーツの桃の味もするんですけれども、あのね、ピーチの飴玉あるじゃないですか、飴玉、あんな感じの雰囲気ですね。あのすごく相変わらず美味しいです。そして、まあ、今これね、もう中見てもらったら分かるようにダマも全然ないです。泡少しだけ残ってますけどね、蓋の方も全然ダマもないです。相変わらず溶けもいいし、泡立ちもほぼほぼないし、飲んで、すごく喉越しすっきり、あ、これはいいな、いいと思います。そう、飲んでもらうとこの桃のこの状態あるじゃないですか、桃のこの、なんていうの、こうフォークで刺してこうしゃぶってかじるあの状態の、あの桃の感じがふわーっとこう口の中で広がります。ぜひですね、皆さん、結構さっぱり甘い、甘さっぱりのピチピチハッピーチをですね、お試しいただければいいんじゃないかなと思います。ということで、ぜひ美味しいので飲んでみてください。それでは皆さん、またお会いしましょう。さよなら。